なんかいたな。なんかいたな。あ、いたいたいた。どうも、そうです。ということで、今回もスプラトゥーンクレンボやっていきましょう。というわけで、まだビーバスパークですね。というわけで、僕がね、鬼の番やっていくと思います。はい、というわけで、まあ、このビーバスパークね、もう新しく改築されて、なんか隠れる場所がすごい減ったんですけど、まあ、今回ね、スプラトゥーンクレンボやっていきましょう。で、今回ね、まあ、サムネとタイトルを見たらわかると思うんだけど、今回ね、このリッター4系を使ってスプラトゥーンクレンボやっていこうと思います。このリッター4系ね、ちょっと、クソ、隠れてる敵に向けて撃つような武器じゃないんだけど、今回ちょっと初めてこれ使っていこうかなと思います。前回のね、結構まあ、前の、スプラトゥーンのフェスの配信、家族と過ごす、仲間と過ごすって内容のね、フェスの配信をしてるときに、リッター4系で隠れもしてほしいっていうね、舐め腐ったコメントがあったので、今回やってみようかなと思います。もう舐め腐ってるっていうのは冗談ですよ、皆さん。うん。はい。というわけで、いやもうすぐかもさ、普通にさ、もう隠れんぼでさ、リッター4系使うの自体も舐め腐ってるから、もうそもそもが。もうしょうがない、これはもう。うん。はい。というわけで、やっていきましょう。いや、でもね、言うてね、このリッター4系ね、スペシャルがアメクラッシュなんで、アメクラッシュめちゃめちゃ乗り強いから、結構、いい線までいけるんじゃないかと思ってるんだけど、今回のこの、リッター4系で、奇跡を、起こしまーす。でね、3連、奇跡起こしを、ね、やりました。はい。言ってる意味がわかんないもん。もうね、ダメだ。はい。というわけで、まあ、そろそろね、あと残り30秒後に始まるわけなんですけども、とりあえず作戦としては、とりあえずね、雨フラッシュを振らしまくる。雨フラッシュを振らしまくります。うん。もう雨で倒すみたいな、うん。この武器で倒すんじゃなくて、雨で倒すっていうね、戦略でやっていこうかなと思います。さすがにこの武器でね、もう、ピンポイントにパーンって当てるのはね、無理に近いと思うんですよね。はい。というわけでじゃあ、やっていきましょうか。じゃあ、始めますよ。3、2、1、5。というわけで、ここら辺とかにいるかな？いないです。とりあえず、置くか、よし。ここで、まあ、ここで塗りつつね、こうやって。あ、ビーコンならビーコン壊しちゃいましょう。ここにビーコンあるやんけ。うわ、一発で壊せる。当たり前か。一発で壊してるの当たり前か。あっち届くかな？届く！え、マジで強いじゃん。でも？なんかいたな。なんかいたな。あ、いたいたいた。倒してしまう。動いてしっかりと倒していく。やっていきましょう。倒しちゃった今。なんかバレてないと思ってたのかな？そのちゃんさん。倒しちゃったぞ。奇跡を起こしてしまう。これ。何でさっきなんか変なとこに出てたんだろう、そのちゃんさん。とりあえず、塗っていきましょう。あっち行ったな。あっち行ったぞ。ここら辺にいるわ。ここら辺にいるだろう。絶対。絶対ここら辺にいる。はい、倒しに来ましたよ。ここら辺にいるんだよ。見とけよ、ここにいる。ほらー！え、超すげえ！リーニーさん倒しました。マジやば。待って、普通にやばい。普通にやばい。これはまぐれじゃない。僕の能力か？僕の能力か？こんなにキルをさせてしまうのか？全然言ってもわかんねえな。とりあえず、え？八重吹様倒しちゃった。待って、やばい。あとあと残り一人やん。待って、あと残り一人だぞ。待って、やばいよ。普通に。普通にさ、いや、この武器で全員キルってマジでやばいからね、普通に。うん、あ、誰か飛んだな。あ、飛んだけど見れなかった場所が。くそー。マジか。とりあえず、ここのビーコン、あえて残しましょう。飛ばれた時のあのビーコン、多分、これが多分最後のビーコンだと思うんで、ビーコンに飛ばれたら、あそこに行けばいいですね。はい。はい。というわけで。どこに行ったかな？どこ行ったんだろう？とりあえずちょっと、残り1分しかないんで、あ、ここまで来たらオールキルしたいわ。どこだろう？ビーコン、マジか。どこに飛んだ敵？さっきなんか飛んだのは見えたんだけど、どこだろう？こことか？ここではないな。どこだ？マジで。ここ？全然わからん。全然わからん。全然わからん。え？ねえねえ、プロコンのバッテリーなくなっちゃうよ。ちょっと待って。もうやばいよ。もうそろいろいろやばいぞ。あっちにビーコンあるやん。壊します。よしよし。あ、と、全然ビーコン、最後のビーコンとかやったけど、全然最後のビーコンってのありませんでした。どこだ？ここか？あ、いた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 。え？嘘？え？嘘？いいですか？倒しちゃって。倒しまーす。せーの。みんな。リッター4系でオールキルしてしまった。ごめんみんな。あいん待て。倒して。あいん倒せない。下手くそすぎる。あいあて、弱す。イェーイ倒す。イェーイ2キルしていく。
よーし、ということでビーバースパークやっていきましょう。というわけでですね、やっておきゃかんずかちょこちょこちょ、滑舌が悪いでございますね。はい、というわけでやっていきましょうか。僕はね、全員見つけたんですけども、なんか必死すぎてちょっとどこに書かれてるのか全然覚えてないんで、答え合わせやっていきましょう。というわけで、いやー、でもてかさ、あのそのちゃんさんかな、山吹さんか、山吹さんを多分ね、なんかアメフラッシュでね倒したんですよ。見ていきましょう。ここにいました、山吹さん。どこにいたんだろうか。山吹さんどこにいたの、ここにいたの。山吹さんなんかどこに隠れたか気になるんだよね。ここに隠れてたのかな。ここに隠れてたの。すっごい奥やん。すっごい歩き回るやん。ここに隠れてたのかな、多分。山吹さんはここに隠れたらしいです。では次。次は、じゃあ、リンリンさんから。リンリンさん、ここにいました。これはなんかここにいるかなと思って打ったらなんか倒しちゃいましたね。これ、普通に意味がわからなかった。うん。はい、というわけで次は、そのちゃんさん、ここにおりました。これなんかね、間違って、イカ状態解除したのかな、なんか、ポチョンってなってんのよ、なんか、僕は見逃さなかったんで、ポチョンってなってやってるとね、しっかり打ち抜きましたね。ありがとうございます。で、次がエリちゃんさんですね、ここ。あれ？エリちゃんさんとそのちゃんさん同じ、なんか似てるね、場所が。ほぼ同じ場所じゃん。ここに二人と同じ感じで隠れておりました。っていう、こんな感じになってます。いや、でもね、4K リッター普通に強いと思ったけど、普通に今回はね、奇跡を起こしてしまっただけで、4K リッターは隠れ物に向いてないと思うんですよ。ありがとうございました。よーし、というわけで、やっていきましょう。ムツゴロウでね、隠れ物で、僕が隠れる場です。ムツゴロウでさ、隠げってなんだよ。隠れるの多くないですか、なんか。今一回なんか6つ頃で隠れて見つかってさ、ありがとうございましたーっていうのがよくわかんないフラグを立ててる気がするんだけど、ここ強くない、普通に。待って。ここって裏塗れるかな、あ、塗れないか。裏塗れないわ。意味のわからん実験をしていく。でもここさ、結構僕、ああいう、この角っこ的なところよく隠れるんだけど、ここさ、この下のところなかなか見つかりにくいんじゃないと思うんですよ。よくないですか？でもこういう場所ワンパターンすぎて多分鬼さんも多分見つけてくると思うんで怖いんで、とりあえずビーコンだけ置きましょう。ここにビーコン置こうかな。大きい感じ。よしよしよし。じゃあ、あと、あ、いや待てよ、ここさ、こことかさ、よくない？ここ普通に。ここ。いや、まあ、割れそうだな。ここ濡れるか？濡れないか、ここは。濡れないのか。でもここから濡れちゃうな。危ない危ない。やめとこう。でもこのマップマジでさ、わかんない。もうどこ塗ればいいのかわかんないけど。残りあと2個ビーコン置けるんで、ここにも1個置いて、もう1個どこ置こうかな。あ、バカ！はい、やっていきましょう。ハトポッポちゃん、こんにちは。あ、飛ぶな、怖っ。これがハトに親を殺された男の末路です。というわけで、これ登れる？もしかして。あ、登れないのか、ここマジで。やばい。まあ、とりあえず走っていく。これどうしようかな。ここに置くか、ビーコン。オッケー。あとはどこに来るのかな。どうしようかな。これさ、ここに登ったら絶対見つかりますね、これね。見つかるとか見つかない、見つからないとかそういう問題じゃないじゃん、これもう。見つけてくださいみたいに言ってるようなもんじゃん、もうこれ。ダメですね。どうしよっかな。この上登れたりしないか。どこに隠れよう。ここは、あえて、ここの、待てよ。この、ちょんちょんちょびちょびって塗って、ちょびちょびって塗ってあるところに隠れる。例えばほら。やばい、時間がない。あ、もういいよ、ここでいいわ、もう。もうここでいいわ、もう。なんか、あ。これはないわ。さすがにバレるか。もうギリギリで意味わかんないのがくれちゃったからね、これ。あ、また。あ、ハトポッポちゃん。ハトポちゃん。あ、だから、こんなすぐ倒されるか。開始5秒くらい倒されたからね、これ。ちょっと。また鬼さっきあのね、リッター 4K で鬼を、なんていうの、この奇跡を起こしてしまった分ね、あの、なんていうの、この、負けてしまうっていう、そういう感じが、やっぱ、いいことがあれば悪いこともあるみたいな、そういう感じをね、教訓、そういう教訓ですよね、この動画は。うん。ためになるな、やっぱり。ちょうどってなんだよ。とりあえず6つビーコン残ってますね。今のところだと、じゃあ、3人生き残って、1人2個飛べる計算ですね、ビーコンは。とりあえず、みんな固まってるな。あ、エリちゃんさんやばくないか？大丈夫か？あ、飛んでいきました、エリちゃんさん。で、お兄さんまだ飛んでったことに気づいてないっぽいですね、これ。気づいてないっぽいね。で、エリちゃんさん、あ、あっちにいるわ、あっちの方にいるわ。うん。で、お兄さんが近づいてきてるけど、これ大丈夫かな？僕、キルされそうだ、お兄さんに。山吹さんがね、ちょっとアマフィラッシュの近くに通り過ぎたんだけど、あ、お兄さんまだ真ん中の方にいますね。大丈夫かな？山吹さんがちょっとお兄さんから近い感じするけど、これは、あ、まあ、近い。お兄さん結構近いとこにいますね、これ。怖いな。あ、やめろ、山吹さん死ぬやん、これ。あ、
え、あと、しっかりと飛んでいく。僕が置いた、え、待って、あれあれ、え、山吹さんと、誰も名前が被ってて見えん。山吹さんと、なんか誰か。あ、山吹さんと園ちゃんさんか。山吹さんと園ちゃんさんが、同じ場所に隠れてんだけど、これ。これ一気に倒されるぞ。一気に倒されちゃうぞ、これ。もう残り40秒。これ、時間大丈夫か？めっちゃ撃ってくるじゃん、この人。煽るように撃ってきますね、この人。あー、雨降らしが、山吹さんたちのところに飛んでいったけど、これは、範囲には入ってないっぽいかな、多分。あー、倒されなかったっぽいね。雨降らしで。お兄さんは、山吹さんがいると知らずに無視して飛んでってどっか行ってしまうよ、これ。大丈夫かな、これ。残り15秒。やばいぞ。もう15秒切ってる。10秒。あ、え、え、そのちゃんさん死ん、あ、エリちゃんさんが死んだ。マジか。てか、エリちゃんとそのちゃんってなんか似てるな、これも。エリちゃんさん見つかってしまいました。もう何、何すって食っとこう。いえいえいえ。はい、ということで、二人見つかっちゃいましたね。デヘペロッティング。はい、ということで、今回もスパーズ4キャラもやってみたんですけど、今回はちょっと、リッター4系で奇跡を起こしてしまう男というわけでね、僕は奇跡を起こします。皆さん、ありがとうございました。というわけで、じゃあ僕のね、宗教に入りたい人は、このチャンネルを登録、そして高評価、Twitter のフォロー、ミラティブのフォロー、そして Instagram のフォロー、いろいろよろしくお願いします。というわけで、じゃあ、また次回も見てください。というわけで、また見てください。それでは